政府の重い腰も、ようやく、少しだけ上がり、敵基地攻撃能力の保有と、戦闘機での敵基地攻撃について、閣議決定されています。今回は、日本のミサイル防衛システムを詳しく見ていきます。南西諸島の島民の間では、危機感が以前と比べて増しています。なぜ、沖縄県知事とメディアはわからないのでしょうか。中国の記事をなぜ書かないのか、ようやく県民も気づきました。2022年は、年頭より、北朝鮮によるかつてないペース、間隔での弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射の多発で始まった感が強かったが、この行動には、日本のミサイル防衛は機能するのかという、根源的な命題を突きつけたとも言えるだろう。もとより、日本のミサイル防衛は、核弾頭を、搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されてきたが、発射時より、弓なりの軌道を描いて飛翔し、着弾地点の予測が、比較的に容易なそれらに対処する仕様となっている。そのため、近年北朝鮮が打ち出している、変則的な軌道を可能とした弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して、目標に向かう巡航ミサイルの出現は、この日本のミサイル防衛の根幹を揺るがす大問題であることは間違いない。しかし、日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在であり、それらが備える戦力を考慮した場合、北朝鮮が現実にミサイルを用いた先制攻撃を行う可能性は低く保たれている。これは、北朝鮮が仮に先制攻撃を行ったとしても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃によって、自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることを理解しているからであり、報復的な抑止力が機能しているゆえだ。同様に、韓国以上に周囲に敵の多いイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれるミサイルのみならず、もっと小型で簡易なロケット砲すら迎撃する防空網を構築しており、高い有用性をこれまでのところ発揮している。ただし、イスラエルのアイアンドームといえども、敵のミサイルロケット弾を迎撃するには、その目標1件に対して2発の発射を行う必要があり、究極的な飽和攻撃を仕掛けられてしまえば、完全な防御が可能とまでは言い切れない。台湾もこれと似た状況であり、圧倒的に優勢な中国軍に対し、対照戦での対峙は困難だと考え、多数の地対空ミサイルを配備して、中国軍の航空機の接近を阻止する戦術をとり、これによって防空網を構築しているとみなせる。日本では、近年、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局や、その背後に控える中国海軍の艦艇の同海域への接近阻止を機として、2019年3月に、奄美大島、2020年3月に、宮古島への、1-2式対艦誘導弾の配備を行っている。1-2式対艦誘導弾は、陸上自衛隊が、2016年より、導入を開始した兵器であり、第二次世界大戦以後の冷戦期には、日本が国土に侵攻される可能性があるとすれば、これは、旧ソ連による、北海道だとする考えから、対象を移したものでもある。故に、1991年の旧ソ連の崩壊から、8年後の1999年、南西諸島方面の防衛を鑑みて、熊本県の県軍駐屯地において、西部方面隊隷下の部隊として、第5地対艦ミサイル連隊が編成され、同部隊に、1-2式対艦誘導弾の優先的な配備が行われてきた。1-2式対艦誘導弾は、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器であり、陸上自衛隊では SSM-1、改めと呼称されており、
最大射程距離は、推定値だが、約 200km 弱と、今となっては長射程と言えるほどではない。このため、一蓋式地対艦誘導弾は、2017年以後には、さらなる超射程化が進められていたが、2020年12月18日には、当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備の一翼を担うこととなった。ここでは、新ミサイル防衛システムの整備と、スタンドオフ防衛能力の強化の2点が明示されており、一蓋式地対艦誘導弾は、このうちの後者に該当し、南西諸島等の島嶼部への敵艦艇の接近阻止を目的としている。具体的には、前述のように、現状約200キロ弱と思われる人に、敷地対艦誘導弾の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から、攻撃が可能な形に延伸するものでまず約900キロートル、最終的には約1500キロメートルを目指すものと召されている。また、現在の重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦仕様、艦艇への搭載による艦対艦仕様等。運用するプラットフォームの多層化が掲げられており、それらを一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と定義した。ちなみに、前者の新ミサイル防衛システムの整備とは、ブースターの落下位置の担保がでかす導入が撤回されたミサイル防衛システム、イージス・アショアの代替策のことであり、これに特化したイージスシステム搭載艦艇2隻の建造を指している。ただし、個人的には、この新ミサイル防衛システムの整備は、冒頭でも述べたように、従来通りの着弾地点の予測が比較的に容易な弓なりの軌道を描いて飛翔する弾道ミサイルに対処することを意味しており、今後の形骸化が懸念点に思える。全く無意味だとまでは言い切れないが、現在、すでに中国やロシアが配備を進めてきている極超音速兵器を前にしては、これらを確実に迎撃できる可能性は、極めて低下している感は否めず、かなり不確実なものにならないのかが、非常に心配だ。太平洋戦争の敗戦によって、憲法上の建前としては、軍隊の保有すら禁じている、日本にとって、相手国からの弾道ミサイルに対抗する方法として、その迎撃に特化した、防空網の中心に、これを強化することは、専守防衛の理念にも合致していた。つまり、それは、あくまでも防御的な兵器であるから、日本がそれに類する兵器を開発、保有することに問題はないと、政治的にも定義してきたわけだが、現状では、これを迎撃することによって、無効化しようという、方策は困難になってきている。すでに、この段階に差し掛かった時点で、であれば、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか、現実的な対応策はなく、一蓋式地対艦誘導弾をベースとする能力向上型は、それに準拠した兵器となり得る。現行の一蓋式地対艦誘導弾は、中途段階で、管制誘導や GPS 誘導を行い、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式で誘導を行うが、中途段階の誘導方式を鑑みれば、物理的には限定的ではあるが、対地攻撃への転用も可能だと思われる。この点は、日本が、専守防衛を国是として掲げているために、正面を切っての議論は、避けられているようにも見えるが、敵からの攻撃を思いとどまらせる抑止力としては、これを再定義する議論を棚上げしたままでは、さすがにまずかろう。日本が、対地攻撃能力を有する兵器を保有することは、敵基地攻撃能力にあたると、マスコミ等でも指摘され、
おおむね、推進派は、敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だと言い、反対派は、攻撃的兵器は、日本は保有すべきではないと言っている。しかし、推進派の敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だという理屈も、敵ミサイルの発射用のプラットフォームが多層化されている現在では実現することは、甚だ困難であり、先制攻撃された後の反撃に必要だと唱える方が現実的ではないだろうか。すでに、中国は、アメリカと旧ソ連、現ロシアが、2019年まで締結していた INF、中距離核戦力全廃条約の陰で、自国は、それに拘束されないことを逆手にとって、同条約で禁じられていた、500km の射程を持つ、地上発射型ミサイルを多数配備している。